中国勝山駅は岡山県真庭市勝山にある西日本旅客鉄道姫新線の駅である。旧勝山町にあたる真庭市勝山地区の中心駅で、真庭市で最も利用客の多い駅であるとともに、運行上の要衝ともなっている駅である。津山方面からの半数の列車がこの駅で折り返しとなり、ここから新見方面は1日8往復のみである。 2005年3月31日に、真庭市が発足した時には、旧勝山町役場に市役所本庁が設置されたため JTB 時刻表の関東路線図でも当駅が代表駅とされていたが、現在は真庭市役所が久世地区に移転し、隣の久世駅が最寄り駅となったため代表駅ではなくなっている。かつては当駅で折り返す急行、三正かなどの優等列車が設定されていた。 命名の時、すでに福井県に勝山駅があったことから、旧国名である三正坂を関するところを将来発展するのは三正坂ではなく、中国地方の勝山であると当時の勝山町会議員が発言したことで、衆議一決したため、中国勝山となった。当駅から昼前高原を経由し、山り間を結ぶ予定だった。 南勝線は1962年に調査線、日本鉄道建設公団が発足した1964年には工事線に指定され、1974年3月に工事実施計画が認可、同年5月に起工式が行われている。しかし、実際には、用地取得や工事などの具体的な動きに入ることはなく、そのまま計画が消滅している。 校内相対式ホームに面2線を持つ、行き違い可能な地上駅。駅舎から離れた方のホーム、月田方には、貨物用の切り欠き機ホームも残っている。ホーム間は、5線橋でつながっている。校内踏切があるが、旅客向けには開放されていない。2000年地区の駅舎は1階建てで、コンクリート瓦武器となっている。駅舎の完成とともに直営駅から簡易宅駅と、 なった。窓口にて、ポスター末による発見を行うが、朝と夕方以降は、無人となる。管理駅は、津山駅となっている。1日の平均乗車人員は、以下の通りである。駅周辺は、岡山県指定の勝山町並保存地区に、含まれている勝山の市街地であり、公的機関や銀行などもある。駅前から、真庭市、コミュニティバスが連絡する。 また天満やバスステーション方面の岡山勝山線も連絡し、両バスは相互に連絡している便もある。運行曜日、便数が限られるが、昼前、クセルートに乗車し、宮田停留所で中祖・関金ルートに、さらに関金温泉にて、日本交通の路線に乗り継ぐと、山陰本線の倉吉駅へ出ることができる。真庭市、コミュニティバスを複数の会社が運行する。 予約制。真庭市、コミュニティバスにより運行する。西日本旅客鉄道京姫新線快速区成駅、中国勝山駅、月田駅普通区成駅中国勝山駅、月田駅。ありがとうございます。